リンリンリン、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 リンリン、ちょ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 、ブラボー、メリークリスマス、トゥトゥントゥトゥントゥトゥントゥワー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 、メリークリスマス、ワーワーワー。Merry Christmas,左出口の通路のところで西体です。先端とオラフさん、オラフくんの西体です。どこって言いました？西体ストレージの左抜けた通路のところです。じゃあ畑迫す、停電治った後に出たってことですよね？停電治った後に出ました。そう、治った瞬間配電盤の前に藤宮足湯畑迫子がいたので、おそらくそこは慎太郎もいましたよ。太郎さん、あ、配電盤の目の前にはいなかったです。一応慎太郎情報を出すと、停電中足湯さんとほぼ並走してエレクトリカル向かってるんで、足湯さん目線無理、僕目線足湯さん無理かな。足湯目線、すいません慎太郎さん、ちょっと信じきてなかったです。あ、マジで？あら、はい、先端さんとオラフさんは多分停電起きる前までアドミンいたと思うんですよ。アドミン他に誰いました？結構ごちゃっといたんで覚えてないです、うん、僕だけいないから。ストレージ、ちょっとすみません、もう一回お願いします。ストレージのどこでした？左通路のところです。左通路出たところ、通路です、通路。通路側か。私、キュウリまでは開幕一番最初に行っていて、当然その時は死体はなく、私その後右に抜けてます。で、右に抜けたあたりで停電が始まりました。多分できない人、僕は先生分かってて、夏目先生できないと思います。はい、なんで、カフェで押そうとしてて結構長いこといたから、俺も右からいたから押そうとしたから、そう見えてたから、まあ見えてるからてめえインポスターだって言われたらちょっとごめんなさいって話だけど、まあ、夏目は今回のターンはカフェから一歩も動かず自分の白い隙を眺めてテンション爆上がりしてました。まあ、さんはちょっと アドミン情報はあるんですけど、はい、僕アドミンに残ってましたで、ストレージは0になったタイミングがあったんですけど、その時シールド1になったんで、それがゲンさんなのかな。なるほど、うん、嘘つけ。エレクトリカル、はい、エレクトリカル向かった人がどういう順番で来たとかっていう話。藤宮が最速でついて、その後足湯畑作子慎太郎だと思います。これ次誰が押します？慎太郎押す。慎太郎、はい、正解。メリークリスマス、センターさん。バン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 タスクをやってから配電盤のところの前に行ったんで、藤宮さんだけは絶対にできないです、うん、あ、竹尾さんのアドミン情報知りたくて、他どうでした？あの右の方とかは右、僕シールド、ストレージにごちゃって入ったタイミングがあって、はいはい、それがエレクトリカルにわーって入ってったのと、シールドに1あったのしか見てないんですよね。あ、で確かね、エレクトリカルがね2からなんか5ぐらいになったタイミングがありました。多分それが足湯さんとか僕が入ったタイミングじゃない？足湯さんと慎太郎さんは最終どこですか？エレクトリカル。エレクトリカル上です。タスクやってました。僕は配電盤の前っていうか、配電盤誰かいると思ったからごちゃけでめんどくさかったんで少し引いてみたって感じかな。もうこれ右下行った人全員容疑者だな。僕ちなみに右ウェポン開幕行ってるんで。行った順番早く。でも夏目さんに白出ししてるので。で、あの慎太郎目線も足湯さんは無理ですね。僕の画面では並走してるんで。先端さんとオラフさんのお肉の位置が全く一緒であると。レポートしたのがどなたでしたっけ？畑迫子です。この情報を信とするのであれば、エレクトリカルに向かう途中に通る通路なんですよね。うん、そうです。だから、まあ、後ろの方が相対的に怪しくはなってくるんで。なんで、まあ、足湯さんと慎太郎さんの二郎もしくは、
原産武雄さんの二郎もあるかなと。ああ、なるほど。僕ね、畑迫さんのセルフもまあまあ追ってますね。マジダブルキルっすよ。これ一番最初にいたんで、絶対誰かが見つけますよ。あ、だから、ね、その、だから畑迫さんがセルフして、あの、だから、死体発見って言ってますけど、セルフして、その瞬間に殺してる場合って、エレクトリカルの到着瞬間関係ないから、多分。もう1死体が上がってて、はいはい、そこで構えて、ね、もう1キル、うん、見つけるより隠しろを洗いたくて、エレクトリカル組だったら藤宮だけですよね。藤宮さん隠しろですよね。藤宮さん絶対隠しろだったら、マシャフカリ夏目藤宮は確定しろです。はいはいはい、今回の件踏まえずに全部確定です。はいはい、それは共有しておきましょう。マシャカリ夏目藤宮です。はい、1個衝撃的な情報がある。ジングルベール、ジングルベール、鈴が鳴る。センターさん。センターさん。はい。ちょっとやめてください、そのテンション。ダメっすよ。何ですか？いや、さっきとの落差半端ないじゃないですか。ブブンブンブン、ジングルベル、ジングルベル、ジングルベルロック。ジングルベルリン。はい、あ、うわー、衝撃的な衝撃的な情報を言う前に死んでた理由があります。いや、はい、あ、ちょっと待って、あ、いいですよ。はい、まあ、直前ストレージから抜けていく武雄さんを見て、最後ストレージにマシャカリさんを置いて僕は配電盤直しに行ってるので怪しいと思っています。あ、武雄さんの視点では誰が怪しいと思いますか？うん、僕はアドミンにいた時に、アドミン情報を見てる時に、扉が閉まった順がカフェテリアストレージっていう感じで閉まったんですね。でその時に一緒に待ってたのが竹尾藤宮なんですよ、はい、で、マシャカリさんはアドミンで多分タスクやってたと思うんですけど、その後に、ストレージ行ったのかな。僕はシールド方面に行ってて、シールドの、あ、でも藤宮さん確定じゃねえんだよな。まあでもそう、僕は隠しろ。いや、藤宮さんは隠しろって話じゃない。カフェから下がってて誰かが切ったっていう可能性はあります。ゲン竹雄をさ、真っ先に出した人って誰だっけ？ゲン竹雄さんに乗って。あ、ジャイアン。わかる。めっちゃ、俺もね、竹雄さん、ゲンさんはあると思ってますね。そのカフェら辺、ちなみにゲン、今回はアリバイ全くないです。すいません。左、初手左で誰とも会ってません。メドベイで一人でした。他の白を払えたら。てか先端さん、マシャカリさんで初手下に行ったんですか？じゃあ、はい、今のアドミーに行って、僕はストレージにいたのを目撃してエレクトリカルに向かったので、はい、まあ、後ろからカフェとかで誰かが行ったなら竹尾さんではない可能性もあります。そこ右です、一人です。夏目先生絶対無理です。カフェから多分動いてないと思います。一人かガチガチラインだからね。この後きついよね。右で畑迫さんが死にしてるはず。あれ見えてない。これさ、藤宮がさ、釣りたいとこ釣らしてあげたらいいんじゃない？待って待って、今回だよね。今回右だよね、うん。そうすると僕ヒットになっちゃうんですけど、僕視点だと後ろに来てた人がマシャカリさんキルしてると思うんで、ちょっと。なると浮いてるゲンさん。まあ、ゲンさんだけ、いや、それだと足、慎太郎だったとき怖いので、次しましたけど、僕押すんで、もうちょっと。初動さんってカフェでしたっけ？まあ、カフェから下降りました、最後は。降りてるんですね。タワテンボのサンタクロース、クリスマス前にやってきた。急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、なしておくれよ金を。リンリンリン、リンリンリン、リンリンリン。治るの遅かったですね。あ、上に藤宮さんと一緒でしたね、私。そう、なぜかケンさんが重なって上を触っていました。重なって上をっていう言い方はやめてください。まあ今の情報はやめました。まあ、今の話はやめましょう。もう、慎太郎さんと阿修さんは、うん、マシャカリさんの時に何してたかもう一回言いましょう。はい、阿修、じゃあさっき言います。カフェの右上のダウンロードタスクやろうとして、
ちょっと夏目先生と被る形になったんで、あんまり右上に2人持ったらどっちかにポストやったらあかんのかなと思って下に下って、でそのままストレージの方に降りていって、そこでなった感じです。最終どこら辺ですか、ストレージ。最終がね、ストレージちょっと入るぐらいでしょ、上らへんと思います。はい、慎太郎は最初、いいですか言っても、慎太郎はまあ最終位置は O2 で、そこに行くまでの経路はまず初手は下に行こうと思ったけど扉閉まったんで断念して、で右側の扉にへばりついてるタイミングで俺は畑底さんがいた気がしてるんだけど、ああ確かかもしれないです。でそこから扉が開いてウェポンのチュンチュンやって最終位置が O2 です、うんうんうん、正直じゃあ2人も無理ですよね。足湯さんの慎太郎の二郎か源さんの竹雄さんの二郎だと思ってるので、うんうん、今回の容疑者筆頭である竹雄さんと足湯さんをローラーすれば、あ、うん、どっちにしろ1取れるんじゃないかな、うん、とね、竹雄さんは分かんないけど、うん、足湯さんは無理だと思います。なんで、まあ、でもその自分と足湯が一緒に、右上の壁テレ右上のタスクを、うん、自分が右上行って足湯さんも一応右上来てて、で下に下っていくタイミングでだいたい停電が起こり、初手ダブルキルのことを思い出していただきたいんですけど、畑迫さんと慎太郎さんのセットって二郎でダブルキルしてるケースって普通にめちゃめちゃあるの、まあ、あるか。そこはその場で畑迫さんの一番最初に追ったのって僕なんですよね。だから身内切らざるを得ないと思いますよ。あれじゃあ藤宮が竹雄さんについてきます。あ、いやもう釣っていいと思う。いや4番目はまあまあ危険ですよ。うん、あ、え、あ、まあ、じゃあ、やばいな。忘れないでほしいのは、マシャカリさんも動いてるんで、うん、キルされたタイミングが分かんないっていうことです。クリスマスが今年もやってくる。悲しかった出来事を消し去るように。さあ、パジャマを脱いだら出かけよう。わっしょい。どうやってですか？はい。ありがとうございます。はい。はい。はい。ローラーするって聞いたんで押しました。はい、誰とローラーする。足湯さんというよりは、私、畑迫さん、慎太郎さんの二郎本線で原始点だとかなり追ってるんですよね。はい、慎太郎さん釣りがベスト。ね、その場合って、はい、マシャカリさんキルできなくない？マシャカリさん、お二人で結局、右っていうので情報を合わせてしまってる以上、そこが当てにならないという話ですね。ああ、まあでも、はい、3方向。エレクトリカルに抜けてる人もいて、ストレージ降りてる人もいて、竹雄さんもストレージから右抜けてるので、はい、このどこからも目撃がないっていうのは。そもそもマシャカリさんってどこで死んだんですか？いや、それは分かんない。分かってないわけじゃないですか。だったら、はい、もう、ただまあ、ストレージの。いや、もちろんゲームもそういう意味で浮き位置なんです。はいはい、でも、藤宮さんってそのストレージの近辺でマシャカリさん見てるは見てるんですよね。はい、見てます。まあ、であれば、僕と畑迫さんは、右に行ってて、だから僕らが下に行ったらいいことは絶対に証明できて、誰も見てないと思うから。うん、ただマシャカリさんの下位置がない以上、その話はあんまり、まあ、そう、初動の2キル、慎太郎さんが二郎なんだったら、僕がストレージのところ、ストレージの左の通路で 2体あったって証言する必要ないと思うんですよ。うん、まあ、で、それを慎太郎さんかぶせて否定してるんですよね。だから私はすごく綺麗なライン切りに見えてました。僕がインポスターの場合ってどっかにもう一死体があって、それをストレージの左のところに死体があったっていう嘘をついてるパターンだと思うんですよね。2キル起きてるじゃないですか、2キル起きてるじゃないですか。だったらインポスター的なもうライン戦しか蹴るしかなく、そういうのを考えてライン切りが終えないので、普通にライン切りを追わせようとしてる源さんが、自分は議論してからかなり怪しいけど、今竹雄さんは2位で釣ってるので、源が黒くなるのは致し方ないと思います。あのね、竹雄さんって源さんのシールド1を保管してるんですよ。そうです。いや、だから源は竹雄さんから白を要素を増やしていただいてるので、相対的に私が黒くなるのは仕方ないと思います。というか、僕を釣ってもいずれ源さんまでするんだったら決め打ちで、6人だからね。雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろう、うん、パンパン、サイレンナー、オー、
一つ、ゲンさんに聞きたいことがあるんですけど、はい。ゲンさんって結構、話的にライン切りもあり得るっていう議論してるじゃないですか。はい。だったら、マシャカリさんを殺したのは、タケオさんではないと思いますか？そこ、タケオさんで落ちてない場合のことを私は考えた方がいいと思ってます。で、どうしても私の立場上、タケオさん、うん、に白をいただいてるので、私が武雄さんをかばえばかばうほど、うん、私が黒くなるのは覚悟の上で今述べています。いや、そういうの関係なく、はい、ゲンさんの中でマシャカリさんを殺害できる第一有力候補は誰ですか？それはもうゲンも全然入ってきますし、正直結局藤宮さんの死人情報だけだったらストレージかその近辺になるので、その辺りにいた人全員が容疑者です。で、畑坂さんと慎太郎さんはお二人で右にいたという証言を出し合っています。まあ、畑坂さんは若干見てないみたいな話もありましたが、なのでこのお二人の実際の位置っていうのは私目線は分かりません。畑坂さんの初手いちいちセルフする必要ないと思ってて、エレクトリカルで残ってたら誰かが見つけるはずなんで、決め打ちするならゲンさんですが、ゲンさんじゃなかった場合がそうどうつったんだったらもう決め打ちは私までつけて進行も全然私は飲みます。だったらその部分に色残ってたら終わるので、カフェテリアにいたんですけど、カフェテリアにずっといたんですけど、慎太郎さんと畑坂さんは、右に、はい、下には行ってなかったじゃないですか。扉閉まってて藤宮だけが下にいて、だから慎太郎さんと、その間カフェテリアを通って下左に行く人は誰もいなかったので、自分の目線だと夏目さんの死人情報を信じるのであれば、私を落としてください。もうそれはしょうがないです。そうですね、じゃあもう決め打ちますか。もうなんかごちゃごちゃしてるし、はい、うん、入れます。僕は夏目さんが畑坂さんと慎太郎さんを否定するのはもう否定というか、下には行ってないっていう証言で、源さんが右側にしろ、わかんないですよ。結局だって藤宮さんがマシャカリさんをあそこで見たっていうこと以外にあのマシャカリさんの位置情報ないので、もうそこはしょうがないですね。うん、では見とく。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスです。もう霊界大変だった。次何歌うか分かんないからずっと楽譜読んで。いや、俺センターさん、マジ恋人サンタクロース練習してたからの裏で。え？何の話？何の話ですか？え？あ、夢だったのか。いや、霊界結構ね、推理が。なんかね、音楽隊だったんだけどな。のダブルキルから始まり。あ、でも冷静に考えたら僕釣り飲んでいいのか、多分。バランス釣りなら、そうですね。だからもう皆さんある程度武雄さん4さんになった時点で、あんだけ金さんになるなら現まで落とそうって多分思考になったんだと思います。多分よく考えたら僕は畑坂さんか現さん武雄さんしかないんだったら、多分僕釣り現さん釣り畑坂さん釣りまでができちゃう。これ釣りのすごかった多分。センターさんとラフ君結構最後の方の推理は合ってました？ん？あれ？何の話してるんですか？あれ？霊界聞いてないんでよかったな。そうですか。あ、じゃあまあ僕とあのセンターさんはお互いダブルキルでもう分かってる。そうそうそう。推理するわけないじゃないですか。はい、推理する。あ、そうかそうかそうか。何言ってんですか。いや、まあでもなんかずっと歌ってたような気が。まあいいか。すいません。なんでもないです。あれおかしいな。なんか4、3になった時が一番悔しかったですね。見ればよかったんですが。霊界がとんでもないことになってたんだけどな。全然温度差ありますね、なんか霊界の方と。霊界の方たち同士でも温度差がなぜかありますから。確かに。